ダローの書、マルコによる、福音書の冒頭ページ。ダローの書は、7世紀に制作されたアイルランド様式の装飾写本で、ケルズの書、リンディスファーンの福音書とともに三大ケルト、装飾写本の一つとされる。アイルランドのオファリー県ダロー近郊の、ダロー修道院で制作されたという説と、北部イングランドのノーサンブリア地方で制作されたという説があるが、近年の学説では、ダロー修道院を制作地とする説に傾きつつある。制作開始は650年と考えられる。ダローの書は、福音書写本であり、アイルランド及びブリテン島で制作された、装飾福音書写本としては現存する最古のものとされる。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの各福音書に加え、序が含まれる。サイズは 247〜228mm で、素材は羊皮紙248用。多くの装飾を含み、その例として、カーペットページ、4福音書記者の象徴図像、各福音書記者の象徴図像、装飾文字がある。言語は、ラテン語で、文字は、インシュラーからだと呼ばれる書体で書かれている。現在知られている最古のクムダックは、ダローの書を収納、保護するため、アイルランド王フランの命令で制作された。16世紀にダロー修道院が廃止された際に、ダローの書は私有物になったが、17世紀にトリニティカレッジに寄付された。その間の期間には、農夫がこの書を浸した水で、牛の病気を治そうとするなど散々な扱いを受けていた。アイルランドの B シリーズ5ポンド紙幣には、ダローの書から取った図案が使用されていた。ダローの書の特徴の一つに、福音書記者の象徴図像を、各福音書記者に結びつけるのにあたり、伝統的な組み合わせとは異なるという点がある。各福音書は、福音書記者の象徴図像で始まるが、マタイに、人、マルコは、通常の獅子ではなく鷲、ルカは牛、ヨハネに、通常の鷲ではなく獅子が割り当てられている。象徴図像のページの次は、カーペットページで、さらに頭文字ページが続く。ただし、マタイの象徴図像のページの次のページは、例外で、カーペットページがない。この位置にはかつて、カーペットページがあったと考えられている。このカーペットページが欠落している理由であるが、第一の可能性は単に失われたするものである。第二の可能性は、第三用の渦巻き文様のカーペットページこそがここに、あるべき、カーペットページだとするものである。本文の先頭の文字は拡大されて装飾が施され、それに続く文字は点で囲まれる。ミルフィオリの模様のようにも見えるマタイの長方形の体やカーペットページの細部には金工品との類似が見られる。ダローの書の全ページにわたりデザインには独特の空間感覚が見られる。白紙のページが意図的に配置されて装飾とのバランスをとっている。第192用には極めて高い技術の動物文様が描かれている。他のモチーフとしては螺旋文、三脚、巴文、組紐文と結び目などが、カーペットページや福音書記者の周囲に描かれる。ありがとうございます。